南部バスのご利用ありがとうございます。このバスは田物木志保センター前中心街八日町経由ラピア行きでございます。次は駅通りでございます。大島コンタクトレンズ大島眼科へおいでの方は新組町バス停でお降りになると便利です。次は清流寺でございます。走行中車内を歩くのは危険です。両替機のご利用回数券のお求めは停車中にお願いいたします。この路線の八戸駅から中心街までは共通定期券による共通乗車対象区間となっております。市営バス発行の共通定期券をお持ちのお客様はご利用が可能です。共通マークの入らない市営バス定期券ではご利用できませんのでご注意ください。次は日赤入り口でございます。一期一会の気持ちを大切に、皆様の健康に奉仕する薬局一期薬局は日赤病院前にございます。市営バス十和田観光電鉄の回数券もご利用いただけます。回数券ご利用のお客様は整理券と重ならないよう運賃箱においでください。南部バスでは八戸と東京ディズニーリゾートを結ぶ高速バスを運行中です。南部バスホームページ携帯サイトからアクセスすればご予約からお支払いまでネットで OK。 電話でのお問い合わせご予約は高速バス予約センター0178241121へお電話ください。次は田物木でございます。確かな品質と県南随一の品揃え、お仏壇のデパート仏光堂田物木店へおいでの方はこちらが便利です。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。次は松園町でございます。うつや不安、認知症やアルコール依存など精神的なことでお悩みの方は西南病院にご相談ください。また南財園ではご満足いただける入所と在宅のサービスを提供いたしております。放課後や休日の遊びはやっぱりボーリング、日曜日は朝8時オープン、ボーリングアライアンスゆりの木ボール。次は馬場でございます。このバスは志保センター前中心街八日町経由ラピア行きでございます。車内にゴミを捨てないでください。車内マナーの向上にご協力をお願いいたします。次は根城博物館前指定障害福祉サービス事業柿の木園相談支援センター柿の木園前でございます。資格も就職も短期で決める、パソコンスクールアップアローにおいでの方はこちらが便利です。みんな八戸のもの愛用してますか？やっぱり八戸で作った食べ物とか製品を使わなきゃね。八戸商工会議所 by 八戸運動の海猫ハッピーでした。事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかける場合がありますのでご注意ください。お立ちのお客様は握り棒釣り輪などにおつかまりください。次は志保センター前でございます。首、肩、腰、膝の痛み諦めていませんか？健康保険交通事故取扱い朝7時からお昼も診療の
篠高接骨院、ハリキュー院へおいでの方は、こちらが便利です。次は、根城小学校前。根城小学校前。おぎゅう内科、小児科前でございます。団体旅行、個人旅行、冠婚葬祭の送迎バス、貸切バスから旅行プランの企画まで、南部バスへご相談ください。次、止まります。お降りの際は、バスが止まってから席をお立ちください。次は、新組町。新組町でございます。大島コンタクトレンズ、大島眼科へおいでの方は、ここでお降りください。定期券、各種乗車証をご利用のお客様は、券面が見えるようにご提示ください。次、止まります。お降りの際は、バスが止まってから席をお立ちください。次は、桜木町。桜木町。北村皮膚科前でございます。この路線の八戸駅から中心街までは、共通定期券による共通乗車対象区間となっております。市営バス発行の共通定期券をお持ちのお客様はご利用が可能です。共通マークの入らない市営バス定期券ではご利用できませんのでご注意ください。次、止まります。お降りの際は、バスが止まってから席をお立ちください。次は、新荒町。新荒町でございます。この町と人が好きだから。三春屋百貨店は、地域の皆様のより豊かな暮らしの実現を応援してまいります。三春屋百貨店においでの方は、13日町バス停留所が便利です。南部バスでは、八戸と東京、東京ディズニーリゾートを結ぶ高速バスを運行中です。南部バスホームページ、携帯サイトからアクセスすれば、ご予約からお支払いまでネットで OK。電話でのお問い合わせ、ご予約は、高速バス予約センター 0178-241-1121 へお電話ください。次、止まります。お降りの際は、バスが止まってから席を。次は、荒町でございます。天然成分と植物成分の自然化粧品、あざら化粧品をおいでの方は、ここでお降りください。次、止まります。お降りの際は、バスが止まってから席をお立ちください。次は、23日町でございます。資格を取るならソフトキャンパス。パソコン、簿記、医療事務、CAD、ウェブを1対1で学ぶ。ソフトキャンパス、八戸港前。市営バス、十和田観光電鉄の回数券もご利用いただけます。回数券ご利用のお客様は、整理券と重ならないよう、運賃箱においでください。南部バスのご利用ありがとうございます。次は13日町。この町と人が好きだから。ふるさとの百貨店、三春屋前でございます。定期券、各種乗車証をご利用のお客様は、券面が見えるようにご提示ください。次は、中心街ターミナル。2番、八日町でございます。地域と共に歩むデイリー東北新聞社は、今年で70周年。暮らしや文化、スポーツを応援するデイリー東北をご愛読ください。就職、スキルアップを目指すあなた。ビジネススクール、イニシオは、パソコン、公務員、簿記、宅建の受験をサポートします。三春屋裏 0120-303-465 イニシオまでお電話ください。この路線の八戸駅から中心街までは共通定期券による
共通乗車対象区間となっております。市営バス発行の共通定期券をお持ちのお客様はご利用が可能です。共通マークの入らない市営バス定期券ではご利用できませんのでご注意ください。次は28日町でございます。充実したアフターサポートで手作りの楽しさが広がります。ミシンの販売、修理、ソーイング教室の茶の目ミシン八戸支店前。サービススタッフ随時募集。ホテル、レストランへの人材紹介所、参考人材センター、電話736014までお気軽にお問い合わせください。車内での飲食はご遠慮願います。車内マナーの向上にご協力をお願いいたします。次、止まります。お降りの際はバスが止まってから席をお立ちください。次は NTT 前でございます。みんな八戸のもの愛用してますか？やっぱり八戸で作った食べ物とか製品を使わなきゃね。八戸商工会議所 by 八戸運動の海猫ハッピーでした。南部バスでは八戸と東京、東京ディズニーリゾートを結ぶ高速バスを運行中です。南部バスホームページ携帯サイトからアクセスすれば、ご予約からお支払いまでネットで OK。 電話でのお問い合わせ、ご予約は高速バス予約センター0178241121へお電話ください。次は下組町。肩、腰、膝の痛みなど我慢していませんか？各種保険取扱い、玉川接骨院前でございます。次は栄町新井整形外科リハビリテーションクリニック前でございます。心の絆を永遠につなぐ安らぎのセレモニーホール、セリエ仏光堂。セリエふれあいホールへおいでの方はこちらが便利です。南部バスのご利用ありがとうございます。まもなく終点、ラピアバスターミナル。ラピアバスターミナルでございます。お降りの際はお忘れ物のないようにご注意ください。